はい、こんにちは。スタジオリバーサイドようこそ。北橋の竹下です。本日のサンドチェックはこちらになります。ズーム社提供ズーム G21NU B の3番ですね。ジミーファズ、こちらが、G21NU がこんな感じでございます。はい、高校生男子のお弁当箱でしょうか。ここにね、真空管のようなライトがポワンと光っていて、とても美しいですね。はい、ちなみに現行のですね、ズーム社の、製品こちら、ズーム G14 になります。ペダルのついているものもあるんですが、あまりペダルは使わないので、こちらでよろしいんじゃないでしょうか。店頭価格がだいたい1万円ちょっとですね。税込みです。はい。それでは、ギターを手にして、で、6弦3フレットからゆっくりと、スケール練習をしていきましょう。はい、ちょっと手元が映らなくてすいません。はい、見えるかな。中指で6弦3フレットを押さえます。ゆっくりと。中指で始めて中指で終わります。こうするかというと、次の2オクターブ目がスムーズに奏でられるからですね。こちらの方が合理的な音質になります。最初はここで止まってしまって構いません。ここから全く同じ運指でもう一度オクターブ奏でられます。だんだんとスムーズにつながるように練習してみましょう。ご自身の手が温まるまで、繰り返し練習してください。ここの軟骨のところがね、硬くなることが多いので、こう指を開いたりですね、はい、グイグイと、またグーパーグーパー、はい、手のしなやかさは大切ですからね。でピックの持ち方なんですが、人差し指の上に乗せます。そして柔らかく親指で包んであげます。はい、これは基本姿勢ですね。もう一度スキル練習してみましょう。はい、次に、この循環コードをクソ真面目に練習します。はい、これは割とね、使うコード進行なので、ぜひ覚えておくとよろしいかと思います。頑張って。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スとなります。はい。この上に例えば、ピアノを乗せるとか、あとはストリングスをね、乗せるとか、そういうことでね、どんどんいろんな形で発展できる、まあ、これが基本となりますね。そして次に、パワーコード、ルーティコード、これメロディーローズですね。ランディ・ローズのミスター・クローリーですね。ものの考え方として、パワーコードですメロディーローズ、その超を変えても使わず、いってみましょう。頑張って。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
難しいなと感じるのはここかもしれないですね。ですね。はい。もう一箇所。と、ブリッジミートになります、ね。ランディは1回目を、2回目を若干もたらしてますね。この辺のニュアンスの出し方は、徐々に学んでいけばよろしいかと思います。次にギターソロが弾きたくなると思うんですが、ギターソロ自体に大した意味はないです。はい。ですがやっぱり弾きたいですよね。はい。課題曲として、ファイナルカウントダウンという楽曲があります。行ってみましょう。弦と指が離れている時間、これをね、極力短くすることです。指がバタバタしないように、できるだけコンパクトに移動しましょう。課題曲として、イグエマンの次、広島ナムルです。行きましょう。頑張って。ストラトキャスターでした。ストラトは不次元が一番音がいいと思ってます。個人的主観です。はい。こちらのテロップが出ます。現在私はですね、横浜にございますシアーミュージック横浜校で、エレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。30分間のね、無料体験レッスンが用意されてございます。こちらね、ぜひ有効に活用してくださいませ。ご自身の中でね、目標があると思うんですよ。例えば月に1回ライブハウスで、ライブをやったりとかね、あとは、軽音部に入ったんだけど、いまいち先輩が、うまい棒ばかり食べていてなかなか先に進まない、はい、いろんなお悩みがあると思いますが、はい、シャミジックにお任せくださいませ、はい、ボーカル、ドラム、ベース、ピアノね、そして私たち、ギター講師、責任を持ってね、きちっとレッスンさせていただきますので、ぜひシアミュージックにお電話くださいませ。それではギタリストの竹下達がお送りいたしました。 See you next time です。